よし、あとはしばらく煮込んで完成と。ああ、来てくれたんだね。サニー号を見学するって聞いて、もしかしてここに来るんじゃないかと思ってたんだ。隣いいかな。こうして近くで話せて嬉しいよ。すぐにでもおもてなしをと言いたいところなんだが、ごめん、まだもう少しかかるんだ。待っている間少しお話ししようか。マドモアゼル、君は自分で料理をするのかい？じゃあ料理は俺に任せて、君に喜んでもらえるよう腕によりをかけるよ。おお、これは昨日俺が釣った魚だよな。毒があるって言ってたが大丈夫なのか？そいつは熱を通せば毒はなくなる。身が柔らかくて煮込み料理にするとうまいんだ。海のコックたるもの、いかなる食材も生かしきる。そう、君に最高の料理を捧げるために。ああ、また始まっちまった。でもうまいもんが食えるならいいか。君みたいなか弱いレディーが海賊を目指すなんて怖くはないのかい？なんて勇敢なレディー。でも、もしもの時は俺が守るから安心してくれ。そうだ、君の好きな料理を教えてくれる？俺が心を込めて作るよ、お姫様。おい、みんな今すぐ集まれ！なんだ？敵じゃねえよな。ったく落ち着けよ。にしても一体何事だろうな。ほら、ウソップ行くぞ。君も一緒に来てくれるかい？あれ、君がルフィの言ってた見習いの子？まさかこんな可愛い子ちゃんだったとは。そうだ、ちょうど今ランチが出来上がったんだ。デザートも用意してるよ、マドモアゼル。ちょっと味見してみるかい？いや、やっぱりお楽しみは後にとっておいた方がいいな。味は保証する。楽しみにしといてくれよ。この料理に合う最高の飲み物も選ばせてもらうよ。お腹ペコペコだよ。ちょっとくらいなら食べてもいいかな。こら、チョッパー、盗み食いはするなよ。君も見張っててくれるかい？うん、いい匂いするけど我慢だ、我慢。素材選びからこだわってるんだ。そうだ、君の好きな料理を教えてくれる？俺が心を込めて作るよ、お姫様。おい、みんな今すぐ集まれ！ん？ルフィの声だ。なんだなんだ？表で何かあったみたいだ。君も来てくれ。さあ、急ごう。